ますと、緊急自動車の通過訓練が実施されます。現在、緊急車両が通過する路線になります。この銀座4丁目と銀座5丁目のところに各1台の自動車が放置されているということで、緊急検査所のお熱中症によりまして自動車の移動措置が取られております。自動車をついて頭を戻してください。こちらで受けます。順次並んで3名おりますので、受ける方が3名にお願いします。順次ヘルメットのある方は敬礼、ない方はお辞儀をして報告をしてください。9番5号、はい、順次交代してお願いします。書いてあれば結構です。何名とかなんか書いてあります。訓練しました。視聴者はありません。お疲れ様でした。します。はい、係員がご案内いたしますので、大変スマホの防災拠点の方に作業いたします。こんにちは。ご苦労様です。何丁目？私は銀座6のところ。6のところ。防災機関の皆様をはじめね、町の皆様、事業所の皆様、地域の皆様、お越しいただきまして本当にありがとうございます。なんといってもここはね、銀座ですから、もうどんな地震が来てもどんな台風が来ても大丈夫だ、そういう頑丈な町を作ってまいりたいというのが私の本当に気持ちで、ございます。おはようございます。おはようございます。築地警察署長の木内でございます。銀座震災訓練は長い歴史を持ち、今回で37回目と聞いておりますが、銀座に在住在勤されている方、多数の方々に参加いただくとともに、終始熱心な訓練に取り組み、姿勢に対しまして、改めて敬意を表する次第でございます。おはようございます。ぜひこの地震、直近で発生をしておりまして、事業所そしてご家庭の皆様、この家具の転倒防止、重機の転倒防止、これをこの機会にですね、確実に確認をしていただきたい。これを怠っていますと必ず死傷者発生すると言っても過言ではないというふうに思います。
またエレベーターはこのクラスの地震が発生するマグニチュード6クラスあるいは震度5ぐらいの地震が発生すると停止するということがありますので、ぜひエレベーター停止時の措置対応こういったことについてもこの機会にご確認いただきたいというふうにお願いを申し上げます。結びになりますが、銀座の街が引き続き安全な安心な街としてたくさんのお客様で賑わう街であり続けることを願いまして、本日の挨拶とさせていただきます。この訓練で参加 されました銀座の地区の皆さん、銀座は我が手で守るという意気、心意気が必死と感じることができました。ありがとうございます。その時にやはり銀座というのは私などが申すまでもないことですけど、日本一の繁華街です。日本一の繁華街というのは平時においても有事においても日本一の対応、これが求められるはずです。我々はやはり銀座という文字を背負って毎日毎日日々なりわいを過ごしているんだと思います。ぜひそういう意味でこの震災訓練がいざという時に役立つように皆様のどこのことも手を取り合って、共生共助の精神にのっとって、矢田区長様が常日頃からおっしゃっている命と健康を守る地方ということが達成できますように今後とも努力していきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げます。本日は誠にお疲れ様でした。ありがとうございます。ご了解いただきました、京橋信連合町会の東でございます。本来でしたら、長年この防災訓練に携わってました、森防災対策委員長がご挨拶をするはずでございますけれども、ちょっと体調を崩されて欠席でございますので、主催者を代表しまして私の方から一言ご挨拶を申し上げます。第37回銀座震災訓練に、多数ご参加いただきまして誠にありがとうございました。本年は、毎年の訓練に加えまして、課題となっておりました帰宅困難者対策といたしまして、銀座地区の面としての訓練として、銀座中央区にご協、登録いただいております帰宅困難者支援施設をご施設に対しまして、帰宅、視察訓練も実施いたしました。これを機会に銀座としての帰宅困難者対策の推進向上を図っていきたいと考えています。これをもちまして第37回銀座震災訓練対明小学校防災拠点合同訓練の公表会を終了いたします。